年末クッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、アボカドを買ってみましたってことでね、今日はね、もうちょっとヘルシーサラダ作っちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、まず主役のアボカドちゃん、はい、それに、はい、今日はちくわ使いますね。はい、それから、はい、カットレタス、ミニトマト4つぐらいね、あとはクルトン、はい、こんだけです。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まずね、ミニトマトちゃんはこんな感じで、はい、細かくね、こう4等分ぐらいに、ヘタ取って4等分ぐらいにしときます。はい、はい、そしたら、はい、アボカドちゃんだね。アボカドちゃんはね、こんな感じで、こう、カット。でね、こういう感じで、こう、一周回してあげて、よいしょと。はい、そしたら、はい、パッカーン、こんな感じね。はい、そしたら、この種ちゃんは、こう、包丁の、この角でね、ポコって、こんな感じで取れますからね。はい、そうしましたら、と。よし。はい、そしたらね、このね、アボカドちゃんを、こう、丼でもね、ボウルでもいいですよ。そういう感じで、このね、スプーンがなんかでこう取ると、こう綺麗にね、こうパカーンって外れますから、そしたらね、こう包丁で、なんていうのかな、こう、まな板で切るところすごく汚れちゃうんで、まあこのなんか感じで、まあざっくりこっち入れちゃうか。うん、こっち入れちゃってからにしようか。じゃあこういう感じで、まあとりあえずこれでパカーンとこう、剥がして、こう綺麗に取れますからね。はい、そしたら、はい、この中で少しね、ざっくりこう、この、できるだけね、このアボカドは、このようにこう、ものすごい熟したやつを使ってほしいんですよね。硬いやつだとこれ合わないんで、こういう感じで、ざっくりね、こういう感じでこう、潰してあげますね。潰すというか、まあ、食感が残るようにね、ある程度の大きさに、こういう感じで、スプーンで、裂いてあげますね。はい。はい、こんな感じでいいでしょうね。はい。そうしましたら、はい、そこにね、はい、これ、変色防止で、まずレモンね、レモン一かけ。で、これをこうガーッと。ね。これやらないとすぐ茶色くなっちゃいますからね、アボカドは。で、こんな感じで少しレモンを、まぶしてあげて、少しね、こんな感じで。はい、こんな感じでアボカドを用意したら、はい、そこにね、今日はね、はい、ちくわを合わせてみようかなと思って。はい、ちくわね。いいよっと。はい、そしたらちくわもね、まあそうだな、まあ、こんな感じでいいか。こんな感じで、まあ大体5ミリぐらいの輪切りにします。はい、そうしましたら、はい、このね、はい、アボカドの、器の中にこう入れちゃって、はい。よし。はい、そしたらね、これで今日は、マヨネーズね、マヨネーズでちょっと味付けしていきますね。ここの中。で、ザーっと感じで、まあ、ちょっとマヨが少ないか。ちょっとマヨが少ないけれども、まあ、ガッと入れて、よいしょと。いい。大体、まあ、大さじ 2杯から3杯分ぐらいかな。こう、ざっくりこれがね、まとわりつくぐらいの、分量をこう入れてあげて、はい。さっくりこう混ぜていきます。はい。よし。はい。そしてね、はい、そこに、はい、今日の、はい、秘密兵器、はい。じゃじゃーん、生わさび。はい。これをね、チューブのやつでいいんで、これをね、ちょっとね、効かせることによって、だいぶね、味がね、いい感じになるんで、これをね、まあ大体そうだな、これ大さじなんですけど、小さじ1杯分ぐらい、こう入れちゃいますね。よし。はい、これで、わさびも入れて、さっくり混ぜ合わせます。はい、こんな感じでしっかり混ぜ合わせたら、はい、アボカドと、わさびマヨあえですよ、これはね。はい、これをね、もうサラダ仕立てにしていきますね。はい、そしたらね、はい、カット野菜ね、これね、洗わずもうそのまま食べれるやつなんで、これをね、まあ、お皿にバーンと盛り付けて、よいしょと。はい、はい。はい、そしたら、はい、トマトちゃんを周りに散りばめてあげて、ね、もう今日はサラダでね、いろんなお野菜食べたいので、こんな感じで散りばめてあげます。はい。
はい、そしたら、はい、クルトン。はい、これがね、結構好きなんですよね。はい、クルトンちゃんを、パンパンパンってちょっとね、こんな感じで散りばめてあげて、はい。中央の方を少し開けてあげて、先ほどのね、このね、アボカドと、ちくわね、はい、これを真ん中に、はい、盛り付けて、はい、こんな感じでアボカドちゃんを盛り付けたら、はい、サラダの方はね、このフレンチドレッシングね、フレンチドレッシングをこの周りね、上からこうちょっとだけこうかけてあげて、はい、こんな感じでね、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、アボカドとちくわの、わさびサラダ、はい、完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じですよ。美味しそうに撮れてますかね。はい、なかなか彩りも綺麗でいい感じです。はい、ということで、はい、今日も、これをおかずにちょっといっぱいやりたいと思います。はい、チューハイタイム。はい、みなさんお疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう毎日楽しい。へへってことで、はいはい、今日の感じこんな感じですよ。はい、美味しそうに撮れてるかな。はい、めちゃめちゃ美味しそう。はい、ってことで、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。まずこの、よいしょ、主役のね、このアボカドとね、ちくわのこの、なんつうかな、こうマヨネーズとわさびであえたやつね。はい、いただきます。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。いや、これね、もうなんていうかな、なんでこれ考えたかっていうと、このアボカドもちくわもなんていうのかな、わさび醤油で食べると美味しいんですよね。なんでどっちもね、このわさびっていうのはね、ものすごいね、相性がいいのはもう分かってるんで、まあそれで、ね、まあサラダにしたらどうするかなってなった時に、まあやっぱ醤油であえてのちょっとなんかやりづらいな、じゃあどうしたらいいかなって思って、マヨわさびも合うんじゃないかなと思って今作ってみたんですけど、いや、なかなかやっぱり予想通り美味しいですね。もうこのちくわもアボカドも全く違和感のないこのね、マヨわさびで、わさびが、まあ、このなんていうかな、アボカドのこのまったりした味にこういいアクセントになってますね。こうちょっと食べた時はこう、ま、あ、いつもアボカドだって感じなんだけど、後味に抜ける感じがスッとね、わさびの感じでスッとこうちょっと刺激が的な感じでね、うん、あ、いいわ、うん、いい。ただのマヨより絶対わさび入れた方がいいですよ、これ。で、まあ、あとはね、この周りのこうサラダと、ね、そのアボカドの部分だけだと、やっぱどうしてもくどいので、こういろんなね、お野菜と、まあ一緒に、まあこっちの方はもうシーザーサラダのスキッとした味なんで、うん、もう、当たり前にうまいです。でね、これがね、うん、ちょっとアクセントで入れたクルトンと一緒にね、うん、美味しい。うん。ということで、まあ、今日のこの、あれだね、粉チーズなんかもちょっと振りかけてもうまいのかもね。うん。今思ったけどね。うん。それはもうアレンジは、自由で。まあ、基本的にこの形で、わさびと、マヨネーズで、こう、アボカド、と、うんと、ちくわ、あえたのをこう中心とした、このね、なんていうか、ちょっと面白いサラダ。ね。栄養もあるし、野菜たくさん取れますよ。ってことで、はい、今日の簡単料理ね、はい、今日、アボカドとちくわの、わさびサラダ、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。